米大リーグドジャース4-0ガーディアンズ。8日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャーススタジアム。動画、カメラも追えない。大谷翔平、特大46号。ドジャース、大谷翔平投手、30、が8日、日本時間9日、本拠地、ガーディアンズ戦に、1番、指名打者、でスタメン出場し、1点をリードした5回1試走者なしの3打席目に、21年にマークした自己最多に並ぶ46号ソロを放ち、史上初の記録をさらに更新する、46から46、46本塁打&46盗塁に到達した。打点も101となり、自己最多を更新した。圧巻の当たりだった。1ボールからの2球目、先発右腕、バイビーの836マイル、約134.5キロ、チェンジアップを振り抜くと、右翼ポール際へ打球速度116.7マイル、約187.8キロ、飛距離450フィート、約137メートル、打球角度34度で打球は消えていった。ポール際への打球だったため、リプレイ検証となったが、判定が覆ることはなかった。46本塁打は自己最多タイに並び、162安打と101打点は自己最多を更新した。すでに113得点、46盗塁なども自己最多を更新済み。それでも大谷は、チームがもう変わっているので、あまり今年は自分の数字がどうのこうのみたいなというのは気にする余裕がない気がするので、今は首位にいますけど各ゲームに勝っていって、早く地区優勝を決めたいというところ。また切り替えて明日頑張りたいと思います、と気を引き締め直していた。